始まりました。アンズの宇都宮日記、番組リポーターの宮坂アンズです。宇都宮市の暮らしに役立つような情報をお伝えしていきたいと思います。今日は第1回目ということで、市民から愛されているこの方をお迎えしています。ミアリーちゃんです。ミアリーちゃんは全国各地のイベントに参加したり、宇都宮のイメージアップを図っているんだよね。市では多くの人が宇都宮を好きになってもらうために、ミアリーちゃんの活動やその他のさまざまな活動を通して宇都宮ブランド戦略として取り組んでいるんです。今回は宇都宮ブランド戦略についてお伝えしていこうと思います。え、どうしたのミアリーちゃん。そうなの、佐藤市長が宇都宮ブランド戦略について教えてくれるって。あ、そうなんだ、よし一緒に行って聞いてみよう。ということで、宇都宮市の佐藤栄一市長に宇都宮ブランド戦略について聞いてきました。佐藤市長、宇都宮ブランド戦略というのはどのような取り組みなんでしょうか。はい、これは積極的に宇都宮の市民の方に宇都宮の良さを知っていただく、そしてそれをどんどん外に発信をしていただく、そして宇都宮以外に住んでいる方々も宇都宮がいいな、移り住んでみたいな、あるいは企業として進出してみたいな、そういう街にしていくために、やはりブランド化をして、やはり PR をしていこうというような戦略の一つなんですが、宇都宮のブランド化ということで、やはりブランドメッセージというのも作りました。住めば愉快だ宇都宮、これは市民の皆さんに集まっていただいて作り上げたものですけども、これは変化することができるんですね。例えば餃子が愉快だ宇都宮とかって、いろんなことに変えられる、そういうメッセージにもなっています。またこれは物だけじゃなくて、人もブランド化ができるんですね。例えば、ご存知の大活躍をしていただいたなでしこジャパンの安藤梢選手とか、はい、鮫島彩選手、はい、そうした方にもブランド化をしていただいて、そして愉快市民、宇都宮の愉快市民になっていただく、そして、安藤選手や、鮫島選手にはどんどん宇都宮の良さを PR していただくお手伝いを愉快市民としてしていただいています。そのようにして宇都宮がただいい、あるいは宇都宮の市民だけが知ってるではなくて、宇都宮の市民がさらに深く知って外に発信をして、宇都宮以外の方に宇都宮の良さを知っていただく、これが宇都宮のブランド戦略であります。ぜひアンズさんもこれからも宇都宮の良さをどんどん PR をしていただきたいと思います。宇都宮のいいところをたくさん伝えられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ねえねえミアリーちゃん、市民の人たちは宇都宮の暮らしをどう思っているのかな。ん、そうだね、街に出て一緒に聞いてみよう。宇都宮の好きなところはどこですか。餃子が美味しいことと、うん、そうだね、あと宮カフェとか、うん、オリオン通りにいっぱいお店が並んでいて、うん、気軽に行けるところが、うん、宇都宮はいいなと思います。なるほど。僕はまあずっと宇都宮に住んでて、まあ、ここも小学校からずっとここまでそうだったんですけど、はい、そのいろんな学校との交流っていうのがあって、うん、そういうのが結構活発に行われているんじゃないかなと思います。みんな穏やかな人たちが多くて、うん、はい、人間関係もそれほど変なないし、事件もないし、いろいろ怖い事件もあまりないので、はい、すごくいいと思ってます、はい、ねえねえミアリーちゃん、やっぱり市民の人たちはさ、宇都宮のことが大好きなんだね。え、なにこれ、うん、宇都宮愉快市民参加申し込み書。宇都宮を愉快にするための取り組みを宇都宮愉快市民証として形に残すんだね。じゃあ私の活動は宇都宮のいいところをいっぱい紹介していきます。宇都宮のブランド戦略は、私たちが宇都宮をもっと好きになって、宇都宮市民以外の人からも好きになってもらうことだって分かりました。私がこれからいろいろなことをリポートして、宇都宮を好きになる人が増えるように頑張ります。